ミャンマーの首都で民主派の組織などが国軍の本部や空軍基地のある空港をドローンで攻撃したと明らかにしました。国軍側は被害はなかったと主張しています。民主派組織の NUG 国民統一政府は4日、軍に抵抗する国民防衛隊などが首都ネピドーにある軍の複数の施設をドローンで攻撃したと SNS 上で発表しました。現地メディアによりますと、攻撃によって2人が死亡し、合わせて15人が怪我をしたということです。一方、国軍は空港に飛来してきたドローンを撃墜した、人や建物への被害はなかったなどと主張しています。ミャンマーでは去年10月以降、国民防衛隊と少数民族の武装勢力が国軍との激しい戦闘を続けています。